クサス IS300、ASE30、モレル3ウェイスピーカー、ヘリックス DSP アンプ、キッカーサブウーファー、装着車両紹介動画です。ご視聴ありがとうございます。今回はオーディオ施工を行ったレクサス IS300 のユニット装着状態をご紹介させていただきます。オーディオシステムは次のようになります。ヘリックス P6 DSP、アルティメートをコントロールするリモコンユニット、ディレクターは専用固定ステイを作成し操作性の良いセンターコンソール前方に設置しました。ツイーターはモレルのハイエンドモデル、スプリーモピッコロ2を A ピラーに埋め込み加工し、ミッドレンジの CDM700 はダッシュボード純正位置にさりげなく装着です。ドアウーファーのモレル、ハイブリッド MW6MK2 は、インナーバッフルを作成してインナー装着しました。今回ドアのデッドニングは行っていません。サブウーファーはキッカーのアンプセットキット、KKP212 をトランク内リアシート背面にセット、室内に向けて設置しています。ヘリックスの DSP アンプ、P6 DSP アルティメートとキッカーのサブウーファーキット、KKP212 の付属アンプは台座を作成し固定。Bluetooth レシーバーオーディソンのビーコンは DSP の下段に設置しました。次はレクサス IS300 の再生音入りの動画で室内をご紹介させていただきます。再生時パソコンやスマホのスピーカーでは低音表現が伝わりにくいため、ぜひヘッドホンをご用意、装着の上、ご体感ください。